どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今ね、ニューヨークの、エンパイアステートビルの、前に来ております。で本日はね、2019年の10月の終わりにね、一番上の展望台が、リニューアルされたということで、私の動画のチャンネルでね、もうすでにエンパイアステートビルっていうのは、動画上げてるんですけども、今回はね、またそのリニューアルされたねところの夜景をね、皆さんにねシェアできたらなと思って来ております。今ね入り口の前にいて、今日はねサンクスギビングという、感謝祭という日になっているので、かなりね、人が少ないという状況になっているので、さっとね上に行けそうな気がしてとてもいいですね。人も全然いないんで、これからね、上の方行きたいと思います。それではね中に入ってきました。こういう感じでね、エンパイアステートビルのオブジェがね、入り口に、これいつだったかな、2年前には来た時になかったんで、ここ1、2年でね、できたこの入り口のオブジェですね。これはとても綺麗ですね。皆さん記念撮影をしております。それではねチケットを購入していきます。押します。でチケット日本語表記がありますね。でチケットを購入で、こちらなんですけども、先ほど言った通り、2つね展望台があります。ですので、もしね一番上まで行かれたい場合はこっちですね。その下だけでいいっていう方は下の、やつをね選択するっていう感じになります。で今回は両方行きますんで、で62ドルですね。まあまあ高いですね。で、62ドルですね。で合計で税金が入って 67.51 ドルですね。で、Apple Pay とかカードで現金がね使えなくなってしまったんで、この点は注意しておいてください。それでねここにカードをスワイプして購入完了という感じになります。でこういう感じでねコンタクトレス決済みたいのにも対応してます。それではねこんな感じで購入することができました。ここにね入れてしばらくするとここに、暗証番号をね入れるのが出ますんで、こちらね確実に見るようにしてくださいね。ここをずっと通してすぐね抜いてしまうと買えませんので、ここを入れてしばらくするとここに、暗証番号を入れてくださいっていうふうに出ます。では購入できましたんで行きたいと思います。それではね中に入ってきました。ここもね、ロックフェラーセンター等々と同様にね、セキュリティチェックがありますんでその点だけご了承ください。で中に入るとねこんな感じで、エンパイアステートビルのね、出来上がってきた歴史なんかもね、見れます。でここら辺もね、2、3年前まではなかったんですけども、最近ね、リニューアルされてとても綺麗になっておりますので、ぜひね楽しんでいただけたらなと思います。Inside and keep your eyes open. See those hot rivets fly through the air? Nice catch, Lou! Get those planks out of the way, huh? Cruise the ice to Grand Roi! Oh! Hey, watch it! We're coming up here! I fell in love with the bricks. Hey, how do you speak, Jerry? Hey, Bucky, you gonna ride that?
We're coming up to the 80th floor. You're headed to the top of the Empire State Building right here in the heart of New York City. それではね、一つ目のエレベーターを降りました。この階はね、まだね、展望台ではなく、まあ、景色はね、見れるんですけども、ここはまだガラス越しという感じになっております。ちょっとね、ちょっと反射しちゃってると思うんですけども、こんな感じで鏡越しで見ることができます。Welcome to the 86th floor observation deck. Sortez à gauche. 请向左边出口离开. Bitte nach links aussteigen. Procedi a sinistra. Salga alla izquierda. Saida izquierda. 왼쪽으로나가주세요. 左手にお進みください. Please exit left. それではね、86階の展望台に着きました。それではね、ちょっと風が強いと思いますけど、外に行ってみたいと思います。それではね、次に、最上階の方にね、移動していきたいと思います。いや、この86階はね、かなり寒いですね。こう今11月の終わりなんですけども、来られる方はね、かなりあったかい服装で来られることをお勧めします。かなり風も強いんでね、そこも覚えておいた方がいいかもしれないですね。それでは、最上階の方に行きたいと思います。ああ、バーコード、イエス。Underneath the green light. Michael, sorry, don't spill. Sorry. Oh, sugar. Welcome. Step this way. Thank you. それではね、今、最上階の方に到着いたしました。いや、かなりすごいですね。一周していきたいと思います。
それではね、一周いたしましたので、下の方にね戻りたいと思います。それではね、エンパイアステートビル出ました。いかがだったでしょうか。360度ね、夜景が楽しめて、しかもね、一番上のところはですね、照明が暗くなっていて、写真がね、綺麗に撮れるような工夫もねされているのではないかと個人的には思っております。かなりね、写真も、動画もねかなり綺麗に撮れましたので、ぜひねニューヨーク来られる方、来てみてはいかがでしょうか。まあ、料金はね67ドル約68ドルぐらいしますんで、まだかなり高いですよね。公式サイトで購入だとですね、だいたい7000円行かないぐらいまでしますんで、まあ、ちょっと高いですけども、ぜひねエンパイアステートビル個人的にはね、かなりねおすすめの場所となっておりますんで、ぜひね行ってみてほしいスポットとなっております。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。今回はエンパイアステートビル、最上階の展望台がねリニューアルされましたので、今回ね動画にさせていただきました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。